野球選手の中には天然な選手もいる。今回は球界の野球選手のおバカエピソード50選を紹介します。元ヤクルト上田剛は遅刻の反省文をご祝儀袋に入れて提出した。イメージしていた封筒がコンビニで見つからず、目についたのがご祝儀袋だったそう。ミスターこと長嶋茂雄選手はかなりの天然で、試合の前に靴下がないと言い、周りの選手たちも手伝って靴下を探す大騒ぎの事態になる。しかしどこにもなく、片方の足に2枚靴下を履いていた。元オリックス八木智也は12月4日の契約更改日をなぜか12月9日と勘違い、時間になっても来ないので連絡したら使用で東京にいて、当日の契約更改は不可になった。中日村松海斗は入寮時、袴田綾乃のサイン入り写真集を持参し、お世話になるかなと思いますと発言。意味深すぎるが、これには袴田は嬉しすぎると即反応。2023年のヤクルト合同自主トレジ、温泉で3連覇を誓うナインの写真での竹岡隆生、右手でガッツポーズ、左手は足を触っていて、足は開いて映っていて、タオルはとネットで心配の声。隣の内山相馬も足こそ閉じているがタオルは見えない。カブス鈴木誠也の広島在籍時の選手会ゴルフにて、踊り始める鈴木誠也の横に立つ坂倉翔吾の背中の文字から切実な気持ちを感じる。ローマ字でゴルフ上手くなりたい。1998年の契約更改、近鉄前川勝彦が12月1日の契約更改を翌日と勘違いし、すっぽかし、今日は11月31日だと思ったと仰天釈明。さらに同日契約更改予定だった近鉄中浜博之は2日の2時と日程を勘違いし、すっぽかし、前代未聞の同日2人の契約更改すっぽかしが発生した。2人には免許没収、外食禁止、整理整頓のペナルティーが課される羽目に。近鉄金村義明は契約更改を保留にする言い訳として、ハンコ忘れたと言ったが、球団関係者から3から4本の金村印を準備されていた。どれでも好きなので押せとのこと。当時は保留でアップの法則があったらしい。オリックス門谷隆太は入寮時契約金で購入した新車のメルセデスベンツ C180 で颯爽と登場した。自分にプレッシャーをかけるためとのことだが、その後は1年目オフに育成契約、2年目オフに戦力外通告を受けている。巨人阿部慎之助は愛人宅に向かうとき、段ボールを抱え宅配業者のいでたちで週刊誌対策。宅配屋しんちゃんと対戦チームの選手にからかわれる羽目に。2004年巨人のドラフト6位星貴則は入寮時にちゃぶ台を持参。大学関係者が40年使い込んだ由緒正しきちゃぶ台で、漫画の巨人の星にちなんだものとのことで、報道陣の前で星一徹のちゃぶ台返しまで披露した。ソフトバンク柳田悠岐が素振り部屋に行ったとき、松田信弘が鏡に向かって厚尾の練習をしているところに遭遇。なぜかそのまま一緒に厚尾の練習をすることに。後日厚尾リレーという動画でダメ出しされた。ソフトバンク柳田悠岐はカープファンであることを隠そうとせず、納会ゴルフにカープのキャップをかぶって参上。さすがにチームメイトに突っ込まれてしまい、翌年はシンシナティレッズの帽子をかぶってきた。柳田はソフトバンクにドラフト2位で背番号44を渡されたが、入団会見の時に44番という番号はどのようなイメージですかという問いに対して、44という数字のイメージは獅子舞と答え、入団会見時からぶっ飛んでいた模様である。元 DeNA 監督アレックス・ラミレスは小銭をポケットに溜め込んでしまう。妻が家の複数箇所に小銭カップを用意したところ、結構な金額になってしまったそう。カープ相澤翼は入団会見の時、いわゆる短乱、ボンタン、武将髭で登場。本人曰く僕の手の内とのことだが、未だに検索のサジェストワードに出てくるので成功だったのかもしれない。楽天島内宏明は契約更改後の会見で、複数年契約中にもかかわらず FA 繰り上げ直訴をしたことを明かしてしまった。そんな島内は明治大学法学部の出身。カープ達川光男はフットボールの振りをやりすぎてしまった。そのせいで本当にデッドボールの時も信じてもらえない時もあり、通算四球数より実四球数の方が多いと本人は思っている。元ロッテ成瀬義久がアスリートの魂という番組に出演した時、指先の感覚を大事にするためにボールを投げる左手は湯船につけないことをアピールしたかったのに、注目されたのは柔らかそうな上半身だった。その結果ロッテナインにいじられ、写真をチーム内で拡散される羽目になってしまう。中日涌井秀明は西武時代にテレビ出演した際、共演者の女子プロゴルファー小上穂の大きい人が好きという発言に対して、お相撲さんとかと返してしまった。元阪神の井川選手のサインは井川とだけ書かれたそっけないもの。そして真似しやすい井川選手のサインボールが実際に真似され、偽物としてネットオークションに出品されているのを自分自身で見つけて通報したらしい。
元ヤクルト大久保氏は、日ハム時代大谷翔平からバットを1本もらったが、それをヤクルト時代のチームメイト村上宗隆に貸したところ折られてしまった。後日で、今考えるともったいないことをした、とちょっと後悔してるそう。今江選手と銀次選手が一緒に釣りに行った際に、今江選手がヤフンをしたらしい。今江選手が急に、お腹痛いって言い始め、どっか山に消えていった。そこで銀次選手が見に行ったら、目の当たりにしてしまったらしい。1994年オフの契約更改で西武の渡辺久信は 1.28 億から 2.1 億のアップ提示を純粋な年俸アップと信じてサインし、会見で FA 宣言はしていないと言ってしまったが、実際は FA 宣言をしており、引き止め両込みの提示だった。当時はまだ FA 制度が浸透してなくて知らなかったらしい。元広島木村翔吾は当てもなく FA 宣言をし、あわや浪人の危機。宣言残留を認めない広島が西武に頼み、テスト生としての入団が叶い、最悪の事態は免れた。元巨人長嶋一茂は自宅の壁にバカ息子と書かれてしまった時、最初に思ったのが、うち息子いないのになで、バカ息子イコール一茂自身と最初気づかなかった。元巨人の佐田岡昌司は同僚だった牧原宏美に、俺の家の3階にプールがあるから来いと誘ったが、実は3階のプールは巨大なビニールプールだった。経済面でエッチなプールは断念した模様。巨人時代、宴会部長に抜擢されるほどサービス精神旺盛だった高橋尚成。2002年の巨人リーグ優勝の祝勝会の時、ヒョウ柄のティーバッグを仕込み、確信犯的に尻を出しはしゃぎすぎてしまった。後日、原監督と妻に大激怒された。巨人の湯浅大は元木大輔の現役時代を知らず、元木に対し、見てました、ヘキサゴン、と言った。元巨人の元木大輔は漢字が苦手。中畑清に、漢字が読めないんだからスポーツ新聞じゃなく普通の新聞を読め、と言われる始末。ちなみに奥さんは、鳥羽のプロと言われるアナウンサー。元横浜の伊能昌一は、FA 権行使時、権利を持っていてもしょうがない、と発言。これが FA 権を FA 権と勘違いしてるのではと一部ネットで話題に。元横浜の伊能昌一は、新人合同自主トレの練習後、受けを狙おうとしたのかグラブ2つを重ね、はい、バナナの叩き売りだよ、と発言するも盛大に滑ってしまう。阪神青柳晃洋と巨人大勢が、テレビ番組で共演時、大勢がプロ入り前に青柳が登板した阪神戦を観戦した時にヤジがすごかったと発言。具体的な内容を問われ、そんなん言っていいんですか、と暗に薄毛ネタに絡むヤジだったことを示してしまう。広島菊池涼介は3連覇時、胴上げなどで盛り上がってる時館長をしていた。しかし館長をする相手は慎重に選んでいる模様で、現 DeNA の筒香選手には積極的にやってたみたいで、筒香選手は館長食らった後、成績が向上したらしい。糸井嘉男はオリックスから FA 宣言時に、俺は在京志向と発言し、在京球団ファンが色めき立つが、糸井にとっての在京というのは、出身地である京都を指す。超人糸井嘉男にとっては、サボケとは、向こうが合わせるものらしい。糸井嘉男は大学時代、監督の指示をことごとく無視してからのミスで鉄拳制裁をされそうになるもハイタッチでかわし、なんで僕にサイン出すんですか、と言い放った。阪神時代の糸井嘉男は、新首相投票総選挙がチーム内でまだオフレコだったにもかかわらず、ツイッターに投稿してしまう。元ソフトバンク監督の工藤公康は、新人時代禁止されてるにもかかわらず、こっそり車を所持していた。寮の近くの喫茶店の裏手の駐車場に車を置かせてもらっていたとのこと。当時ヤクルトの監督だった真中満は、高山俊の競合の時交渉権を獲得したと勘違いし、ド派手にガッツポーズをしてしまった。競合相手の金本監督は、真中監督の派手なガッツポーズを見て外れと思い、くじの確認が遅れる事態に。阪神中野拓夢は、試合前練習中、通称バトルブロックと揶揄されるものを練習し始めたとネットで指摘される。巨人の中田翔は、テレビ番組出演時、高校時代、気に入らない先輩を頭から洗濯機に突っ込んだことについて、洗濯機じゃなくて乾燥機と訂正。塩見選手は大学4年時にどこからも声がかからなく、その後、社会人野球チームのエネオスのスカウトから声がかかったが、塩見選手はガソリンスタンドで働かされると勘違いをした。元ロッテの原修は契約更改の場所が寮だったからか、同僚の成田翔に、今年の契約更改は部屋着でいいと言われたのを信じてしまい、慌てて着替える羽目に。幸い契約更改に悪影響はなかった模様。巨人小林誠司は、門脇誠の靴ひもにいたずらしたり、ボールを入れるカートに尻を入れて乗ってしまうことがあるとテレビ番組で判明。巨人岡本和真は契約更改の席で、メロンが硬いからもっと熟したものを、と陳要望するが、すぐに傷んでしまうから固めのものを用意されてるのを知らなかった。
石井一久監督は、クルト時代の達成まであと1イニングなのに交代を直訴した。疲れたからというのが理由のようだが、周囲の説得を受け入れ、結局ノーノー達成している。元オリックスの吉田正尚選手は、全裸で腕を組んで寮のエレベーターに乗っているらしく、山本由伸選手がかなりの変人だと話している。三浦大輔は、以前とを維持するために時には球団に罰金を払っていた。ドラ6から成り上がるための固い決意だったらしい。オリックス中川圭太は、ファン間で渋野日向子のコスプレをした時に当時入手困難なポロシャツをわざわざゲット。ポロシャツは全英女子最終日の品薄品だし、またピングのドライバーとタラタラしてんじゃねえよもちゃんと準備済み。今回は旧選手のおバカエピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。